きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、ゲーム差なしで優勝を逃したソフトバンクです。はい、ねえ、そうですね、最後の最後でね、まさかのドラマが起きて、こんなことがあるんだなっていうね、うん、ロッテがなぜか強かったっていうね。はい、そうですね。そう、最後ね、かなり打ってる人だからね、山川と山口の2発で負けたね。はい、あ、そう、まあ最後の最後ね。まあでもね、みんな最後のとこばっかり言うけど、はい、そんなもん途中で勝ってないからこうなるだけだぞって話だからね。まあそうですよね、途中の負けてるどっかが一勝してたら勝ってたらね、そうそう、こんなとこなってないんだよ、ね、最後が決め手になったけど、問題はもっと前にあるからね。そうですね、うん、だからその時なんかこうね、良くなかった選手のせいとかじゃないんですよね。そう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 、まあそうなっちゃうけどねって思われちゃいますよね、うんうん、まあでもそれを乗り越えていくのがプロ野球選手、はい、ね、うん、さあ今日ということで、ね、ソフトバンクはね、どこどこ、はい、でも千賀が FA してメジャー移籍っていう噂があるからね。おー、じゃあ先発、先発さ、和田がさ、まだ頑張ってるからね、はい、松坂世代。そうですね、あれだって俺より4つ下だから今42よ、はい、でもまだだって7勝とかしてるでしょ。してます、ね、すごいよな、うん、でも絶対で石川、あと坂東、はい、うん、で森が来年からひょっとしたら先発するかもしれんとか、なんか、そうですね、でもどうなんだろうっていうところもあるし、うん、でまあ、和田、はい、外国人、うん、あと東山投手、ああ東山、うん、先発いるな、やっぱ千賀残るの痛いな、こう絶対的な、うん、しかもよ、ここ最近のさ、ソフトバンクのドラフトさ、はい、あんまり1位が出てきてないよ。まあ高卒っていうのもあるよ、風間ね、はい、で井上ね、うん、サード花咲とこあるからね、はい、2019年佐藤ね、外野手 JR、うん、で、18年東洋大から甲斐の、うん、17年ドラフト1位のやつもうやめてんの、戦力外野手、だから乗ってないんだよ、うん、だからドラフト1位がちょっと頑張ったの甲斐のだけだね。あんまり即戦力の、え、でもだって JR 東社会人も取ってきてるしね。あ、そっか、うん、で2017年もドラフト1位ね、うん、もう戦力外になってるし、でその間だから18年の坂東ね、 JR 東日本からで津森、支配下で取った選手の先発が誰一人活躍してないの、こう近年で、うん、その中で頑張ってるのはもう育成の、うん、育成ばっかりなんだよ、うん、大関とかね、はい、あ、そうだ、育成だしね、で周東でしょ、はい、もう育成でしょ、うん、まあ、柳町ね、2019年頑張ってるけど、うん、この試合下で取った上位の選手たちが軒並みアウト、ちょっとドラフトあれだね。そうですね、うん、完全に三軍制引いてるから保ってるけど、うん、でも近年これもし育成いなかったら、うん、ソフトバンクドラフトやばいね、はい、近年のドラフトで先発してる人がなかなかいないですね、一人もいない、うん、これはちょっとやばいね、ドラフト戦略ちょっと考えた方がいいね、はい、まあ、先発いるな、うん、いりますね、そうですね、あとはドラフト1位2位で取った選手をもっと戦力になる選手取ってこなきゃいけないで、うん、カチッとはまって、はい、若干育成と3軍制、うん、でまた今年4軍制引くとかも言ってるけども、はい、そういう勝の原理でチームを保ってるだけで、はい、ちょっとドラフト戦略としては、うん、いい方向に近年特に進んでないね、でもまあ先発いるよな、でも野手もいるよ、野手もいる、うん、はい、内野もいるけど、うん、だってサードも埋まらないしね、はい、結局だからシュートを守ってるもんね、うん、でセカンド三森でしょ、はい、でショート今宮もまあ次の世代作っていかなきゃいけないね、うん、でファーストも中村晃だから次の世代も作っていかなきゃいけないし、はい、確かに外野柳田で、まあね、栗原と上林が怪我っていうところと、まあ、今年柳町頑張ったから、うん、そこが帰ってきたら、まあ、外野もいるけど、であと野村ね、ルーキーのね、ホームラン10本、ね、うん、でもちょっと全体的に小粒感になってきたな、一時期のちょっとこの大型打線から比べるとね、うん、でもまあ1位はピッチャーか、すぐ使える、だって千賀いなくなるの痛いしね、先発やっぱり欲しいんじゃないですか、先発欲しいよね、うん、そうなってくるとしかもすぐ使える、はい、先発でさすがにもう高校生とかじゃないと思うんだよね、そんな余裕なくなってきてると思うんだよ、東京ガス、うん、東京ガスの増田投手とか、あとは川野、うん、大阪ガス、はい、とか外に君とか、あ、そうだね、左ね、左の、うんうんうん、とか行った方がいいよね、佐藤さん、今日は知ってる、知らないんですか、
ちょっと難しいね、ソフトバンクソフトバンクに関しては、うん、でもまあ先発行った方がいいよね。でも内野もいるよ、うん、はい、だから1位、2位、3位で、うん、まあ、ピッチャー、うん、野手は絶対取った方がいい。1位、2位でピッチャーと野手は絶対取った方がいい、はい、100%、うん、これは高間田君の高間田君のショートどうですか、今宮選手の後継者。まあまあいるね、いるよ、いい選手いるんですよ。いいのいいの、いい選手います、静岡出身の。静岡いい選手いっぱいいるね。いるんですよまあ私が静岡出身ことごとく出してってるんですよ奈良間大輝選手、うんうん、常葉菊川高校から、うん、立正大学に行ってるんですけど、あのアンダー18の日本代表に選ばれてるんですね、うん、でこの時に根尾選手とか小園選手と一緒にアンダー18でまた戦ってるんですよ、うん、でも僕今22歳でしょ、はい、アンダー23入ってない、2は入ってないですかね、うん、はい、でなんですけど、あの、まあ、この選手が有名になったのが、うん、高校3年生の時の静岡大会で打率8割1分8厘、えぐいで8割1分8厘って何だそれ、何だよねって。そうなんですよ、で甲子園出てるんですよおうおう、で甲子園でもバックスクリーンにまあホームランを打って、おうおうおう、で、まあ、今期立正大学でもあの3割4分9厘残してるんですね、うん、打率、うん、で結構だから打てるバッター、まあ、パンチ力もあるし打率残せるっていう、うん、いいショートだと思います。いいの、はい、奈良間大輝、奈良間大輝選手ドラ候補、ドラフト、はい、候補です、候補です。そうなの、はい、へえ。先生ないの、なんかソフトバンクに関してはすごい自信があるんですよ。どういう自信やねん。これはソフトバンクの中ではやっぱり去年風間投手を取ったので先発とかピッチャー陣っていうのはやっぱり今いるやつで補いたいっていうところか FA で考えてるんですよね。でも誰も取ってるやつで先発になってるやつないよ、過去4年のドラフト。でなので風間君も今最近投げたので、うん、風間君来年先発出ますと思うんですよ。そんな来年いけんやろ、今年いけるんですよ、今年2軍でも1試合も投げてないなのでピッチャーはたくさんいる、うん、ってなった時に大丈夫だ、大丈夫だまあちょっと聞いてみましょう、うん、聞いてみましょう。1位は野手でいくんですよ。ほう、間違いないです、間違いない、間違いない、その情報。もうここ数年見てもトップクラスのやっぱり内野手を取りに行くと思うんですよね、うん、そう取りに行くんですよ、うん、はい、で、いるんですよ、一人誰、イヒです。いや、でも知ってますよ、イヒネ。いいね、いいね、1位だ、1位です、ソフトバンク、はい。でもこのイヒネ君は、うん、外国人、外国人の子供なんですよ、うんうん、なので、ポテンシャルでいくとスカウトはですよ、うん、胸とか、うん、お声とか、はい、でも断然上っていう評価なんですよ、うん、信頼能力、ポテンシャル能力は、うんうん、言うたらメジャーリーガーの卵なんですよ、うん、ああそうなんだ、はい、1位なこれを1位でいく、へえ、いやいい、いいとは聞いてたけど1位なんやな、うん、これでねおすすめしたい外野手がいるんですよ、うん、これギータ2世って言われてるんですよ、うん、はい、これは高校生の野手なんですけど、うん、五校高校の田中多門っていう選手なんですよ、うん、広島の高校なんですけど、うんうん、その子は大阪出身の子なんですけど、うん、なんと高校通算48発、183センチ、83キロ、うん、ピッチャーとしても145キロ、50メートル6秒走る、ポテンシャル十分な、6秒何 ?6 秒 8? 0です、6秒0、はい、4拍子揃ったって書いてある、ものすごいですよ、うん、でも広島に行かれるんちゃう、そこは一番心配してるんですよね。え、じゃあもう1位、イヒネ、2位、田中な、はい、野手、野手、その高校生、高校生で野手、野手で行くの、はい、先発じゃん、先発じゃん、先発ピッチャーもう一人いるんですよ。いる、誰、ソフトバンクが取りたい選手、はい、これは関西学院の西くんっていうことなんですよ、うん、このピッチャーもめちゃくちゃ良くて、うん、なんと出身が福岡大濠高校、うん、福岡県出身なんですよ、うん、はい、このピッチャーを先発として狙ってるんですよね、うん、ソフトバンクはマックス152キロ誇る剛腕となってる、それないない、整理しますと、イヒネ君が1位、うん、2位君、2位が西君、うん、で3位で田中多門です、うん、残ってるの3位、ここが一番でもあれか、2位で残ってたら3位残る可能性あるね、こうすぐ3位は早いからね、はい、ウェーバーが、ここでもう一人お勧めしたいんですよ、おちょっと今回両者あるんですけど、うん、育成で取った方がいい選手って、せっかくなんで出したいなと思うんですよ、いいですか、尺長なんですけど、どうぞ、まあ、どうぞ出すとこないんでしょ、ないです育成で取った方がいいです。先生まだあと2球団残ってる、大丈夫、全然大丈夫、これソフトバンクにしかお勧めできない。そうなんだ、ソフトバンクはやっぱり育成からの数多くの選手を輩出してますし、千賀投手が取られた理由って、うん、スポーツ店のおっちゃんがいいって言ったからですよ、そうだね、はい、なので今回は関西人の僕からお勧めしたい、僕がいいって言ったら取ってほしい選手、はい、聞いてへんやろソフトバンクもしかしたら見とる、見てるとどうや、あのマスクマンが、マスクマンが言ってんぞって突然の人みたいな
伝承です、うん、はい、兵庫県の鹿場工業高校っていうところから出してるんですけど、岡、うんうん、上純平っていうピッチャーがいるんですよ、うん、でこのピッチャーはもう中学校の時は、まあ、軟式かがいて、うん、これも千賀投手と一緒なんですけども、うん、なんせ肩が強くて、うん、まあ、ほとんど入学した時は野手から入ったんですけど、うん、で高校3年生からピッチャーをし始めて、うん、マックス145キロ、うん、でまあ、ちょっと制球が、ね、乱れてるってところもあったんですけども、うん、もう体のちょっと線が細いとか、うん、問題もあるんですけど、ポテンシャルとか伸びしろは千賀クラスって言われてるんですよ。そうだ、はい、これはもう育成で十分だと思うので、うん、まあ、育成で必ず取ってもらって、うん、育ててほしいなっていうちょっと希望もあるんですよ。へー、千賀クラスだ、はい、唐揚げ、唐揚げ作ってんの千賀クラスどこですか？どういうことですか？千賀クラス。千賀クラス。この高等なボケ分からんかな。ごめん、全然分かんなかった。分かんない。じゃあチゲ作ってるかな？千賀クラス。チゲ。スンデブ作ってるかな？千賀クラス。なんか六本木クラスとかなんかそれにかけたいんですか？イテオンクラスみたいな。そうなんです。高等でもなんでもないです。六本木クラス見てて面白かったから。あ、そうですか。俺元のやつ知らないから。はい、私あのイテウォンクラス見てた。俺純粋だったから、その高等なボケだった。クラスって聞いたらなんかこうもうなっちゃうのよ。そう、なっちゃうんですね。もうなっちゃうの。それにだいぶ良かったですね。うん、だいぶ良かった、うん、はい、そうなんですよ。多分ドラウンドの6番とかでも指名されても写真出ないと思うんですよ。そうなの。はい、これぐらい確実だから出してる。届け出します。じゃああるね。じゃあうん、ある。僕実際見に行ったんですよ、そこまで。へぇ、いいんだもんね、千賀。このチャンネル流したすぎて、うん、見に行きました。そう、じゃあもう先生の隠し玉、見ていいですか。うん、でも某スカウトは、うん、大学行って、4年間育てて、ピッチャーとして、うん、ドライチで取りたいまで見てるんですよ。へぇ、某さんっていう人。某スカウト、これ名前出せないんですけど、うん、あ、某スカウトだ。俺、某さんの、某さんっていうスカウトだと思って育成がやっぱ4軍制引いたってことで、うん、大量に取ると思うんで、うんうんうん、これはね、多分ドラマのとこまで出るときに注目しておいてほしいな。お、そうだね。じゃあ名前もう一回お願いします。岡上純平です。岡上純平くん、覚えておきます、うん、はい、超おすすめです。はい、育成だってどこも載ってないからね。はい、岡上純平よ。岡上純平くん、ね、皆さんも覚えてくれて。当日締めたら絶対知ってるじゃん。絶対使わねえよ。意地でも使わねえよ。私使う見せてもう千賀投手レベルで伸びしららしいですよって、うん、千賀クラスだからね、唐揚げ作ってるよそうですね、はい、注目してちょっとこれはね、ソフトバンク注目だね。そうですね、いいねが1位なのか、うん、あとその岡上君が指名されるのかどうか、ね、うん、はい、あと西君、田本君、うん、ああ、はい、僕4名出しますからね、はい、うん、私はもう奈良間君めっちゃ推しで、うん、でも完成じゃないですか。あ、そうですね。俺は先発言ってる。でもちょっとピッチャーが全然、うん、先発いないから、はい、注目やな。はい、そうですね。ちょっとこだわったよね、うん、当日です。はい。